はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数3の無理不等式とグラフについてお送りします。で、今回は不等式を解く問題にもやりますので、まずここで一回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にちょっとね、不安なのとかわかんないのがあれば、今からね、自分が両方解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな？では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回のこの問題なんですけど、4つ前の動画かなに分数不等式とグラフっていう動画があるんですけど、それと非常にやり方が似てます。で、今回はグラフを使って解いていくんですが、もちろん使わなくても OK です。普通に解くこともできるんですけど、まあ、せっかくグラフね、書き方やってきたので、それを使ってやっていきましょう。で、まず、まあ、左辺がね、そのルート x-1 ってことで、まあ、無理式のやつになってるわけですよ。両方ともね。で、それのグラフをまず書いていきます。つまり、まあ、左辺の方だね。ちょっと省略で書くけど、左辺の方の y イコールルート、ごめん。x-1。こいつを書きましょうと。で、まあ、このグラフについてはね、前回と前々回使ってやってきたので、よいしょ。ルートの中身イコール0を解くと x イコール1だと。だからそこが、グラフのスタートになります。つまり1ね。ここスタートになって、で、もともとはルート x を基準にしてる。まあ、それがね、平行移動したものになるので、ルート x は右上に行けばいいから、まあ、こういうグラフになります。これがこいつね。y イコールルート x-1 と。で、それと、y イコール x-3、まあ、右辺のね、グラフを書いていこうと。で、y イコール x-3 は中学校でやった、普通の一次不等式じゃない、ごめん。一次関数。なので、切片、-3 だから、まあ、この辺が切片だろうと。で、傾き1なので、ぶつかるかな？これ、ちょっと、ギーになっちゃった。これね。まあ、こんな直線になるだろうと。いいかな？で、今求めたいのは、左側が、口が開いてますよね。大なりがついてると。だから、一応書いとこうか。右辺が y イコール x-3 なんですけど、左辺のこっちのグラフの方が、こいつより上にあるとこどこですかって聞かれてます。こっち左側に口が開いてるからね。で、今、グラフを確認していくと、最初、この辺っていうのは、左側のそのね、y イコール、ルート x-1 の上にありますよね。この直線より上にあるから。でも、ここを境に、直線の方が上に来てしまうと。だから、ここ、まあ、ここはもうね、上にあるから黒丸にしておきましょう。こっからここまで、が使っていいよっていうグラフになります。ちょっと色変えて黒にしとこうか。こっから、ここまでですね。で、大事なのは、ここは黒丸です。で、ここは白丸です。なぜなら、イコールが入ってないから、同じになっちゃダメなんでね。で、その4つ前の動画でやった分数不等式の時と同じように、結局はここの交点が、やっぱ必要になるのね。だからそれを解きに行きます。で、交点に関しては、結局これと、これの交点を求めてるから、まあ、連立方程式をするというイメージ。つまり、ここの、式の真ん中をイコールにすれば OK です。それを解いていきます。ここイコールバージョンね。ちょ、書いておこうか。ルート、チェインクがやばいな。これを解いていくと。で、これは両辺、まず二乗しちゃってください。二乗すると、左辺はルートが外れます。で、右辺は二乗するので、まあ、こう、カッコの二乗なんでね。展開しちゃうと、こうなる。で、これま、まとめてしまうと、x2 乗。-7x プラス10イコール0です。で、これは普通に解いていきましょう。因数分解して、x、因数、ごめん、-2、-5イコール0。ちょっと見にくいかな。はっきり見えるからごめんよ。つまり、x イコール2と5になります。で、ここちょっと気をつけなきゃいけなくって、これ答え2つ出ますよね。使うの1個です。なぜなら1個しか出てこないから。で、どっちかっていうと、結局これ5になります。5。で、どう確かめるかっていうと、これ、もし途中式を書かされるんだったら、これにね、例えば番号を振ります。で、これ2を入れると、左辺はルート1なんですよ。右辺ってマイナス1なんですよ。ルート1イコールマイナス1って満たしてないですよね。それ、成り立ってない。だから、x イコール2はこれを満たさないみたいな。だからこっち答えじゃないんですよ。使っちゃダメ。
でも5を入れるとこっちルート4、こっち2になるから1を満たすのね。つまりこっちだけが、まあここが5になるっていう結論的にね、こう繋がるんですけど、こういうことがわかります。で、結局解きたかったのは、左辺のこのグラフが上のところ、今言った黒のとこね。ここを求めたい。だから、1から5まで使っていい。で、左側黒丸で、右は白丸なんで、結局、こっちはイコールが入る。こっちは、今インク出たな。こういう感じ。これで終了となります。まあ、グラフを使うとこういう風に解けますよっていう感じですね。なんで右側も同じようにやっていきましょう。まあ左辺がここまで書かなくていいからね。これちょっと説明上書いてるだけなので、この式で右辺が y イコールマイナス x プラス2と、で結果って、結論としては今度は右に口が開いてるので、このグラフこっちがこれよりも上にあるところを探そうぜっていう、探そうぜっていう問題で、まずこっちから書いていきましょう。で、あれだな、もうちょっと右へ。右開けよう。今回も、ルートの中身イコール0を、よいしょ、解くと、これ x イコール2分の7になります。つまり、スタートは2分の7なんで、まあ、この辺ですよね。ちょっと右側行きましょうか。こんな言わなくてよかったな。で、もともとは y イコールマイナス、ルートマイナス 2x。これが基準になる。で、中身にマイナスが来てるので、左側に行きます。まあ、こんな感じだね。で、もう一本。こっち y イコールマイナス x プラス2。で、切片がプラス2なんですけど、まあ、厳密に書こうとすれば、これより上にあるか下にあるか、ちょっとチェックしたいとこ。個人的にはね。だから、まずここの y 切片求めちゃいましょう。ここ。ここは x が0の部分なので、 x に0代入すると y イコールルート7になります。で、今こっちの切片2でしょ。2ってルート4だからルート7より下にあるはずなので、まあこの辺かなと、2ね。で、傾きマイナス1なんで、まあこういう直線になるかなと。いいね。で、さっきも言ったように、右の直線の方が上にある部分を探したい。まあ、ポイントはここですよね。ここで切り替わるんですけど、こっから左側、こっちね、直線に一応引いておきますけど、この部分は直線が上にある。だからこの部分も求めたい。でも今回、イコールが入ってるから同じになっていいんで、ここは黒丸になります。でも結局はやっぱ交点求めたいんだよね。ここが欲しいんで。じゃあさっきと同じように交点求めに行きましょうと。だから、まあ一応書いておくと、イコール。これね、これをまあ解いていく。で、両辺また2乗して、マイナス 2x プラス7イコール、x2 乗マイナス 4x プラス4なんて入ってるんでしょうか。あ、ギリ。で、まとめましょう。x の2乗、マイナス 2x マイナス3イコール0。因数分解すると、マイナス3と、プラス1になるので、x イコール3とマイナス1になります。で、今回もグラフを書いてマイナスでしょってわかるんですけど、一応途中式を書くんであればさっきと同じです。この式に番号を振っといて、x イコール3、これ満たさないんですよ。3を入れると、こっちはルート1なんです。あ、ごめん、じゃあルート1。で、こっちはマイナス1になっちゃうんで、満たさないんですよね。でも、マイナス1の方は代入すると、ルート9と3になるんで満たすんですよ。そう。だから、まあ、こっちは答えとして該当しないと。まあ、不適切ってやつですね。なんで、ここ交点マイナス1です。ちょっと俺の図が悪かったんで、だいぶ離れちゃいましたけど。で、結局ね、求めたかったのは、こっから左だよってことが言いたいので、結果的に x はマイナス1より小さいじゃねえや。1以下と。これが答えとなります。まあ問題集によってはね、グラフを使わないで解く問題集もあるんですけど、まあ自分は個人的にこっちの方が好きなので、あとこのグラフのね、上下関係というか、上下っていうのはよく使うので、ぜひね、このやり方も覚えておいてください。では、今回はこの2問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。
最後までご視聴いただきありがとうございました。次1本取った後に、こう逆関数、合成関数、そして極限とね、難易度が高いものがどんどん始まっていくんでね、しんどいとこあると思うんですけど、まあね、ぜひ一緒に頑張っていけたらと思います。はい、ということでまたね、次回の動画で会いましょう。お疲れでした。